ラガーンは2001年に公開されたインドの女子史的スポーツドラマ映画。アシュトーシゴー・ワリ・ケールが監督を務め、アーミル・カーン、グレイシー・シン、レイチェル・シェリー、ポール・ブラック・ソーンが出演している。2億5000万ルピーの制作費が投じられ、無事近郊の村で撮影された。ビクトリア朝時代のイギリス領インド帝国を舞台としており、ラガーンの免除をかけて、 イギリス軍将校の提案したクリケットの試合に挑む村人たちを描いている。映画は国内外の映画祭で上映されて多くの賞賛を浴び、マザー・インディア、サラーム・ボンベーに続きアカデミー外国語映画賞にノミネートされたインド映画となった。2001年で最も収益を上げた映画の一つに挙げられ、2010年には エンパイア氏の世界映画ベスト100で55位にランクインした。また、2011年にはタイム氏のスポーツ映画ベスト25に選ばれている。2016年8月18日には第70回独立記念日を記念して映画祭事務局と国防省が主催する独立記念日、映画祭のクロージング作品として上映された。1893年、 イギリス領インド帝国のチャーンパーネールの小さな村は干ばつによる被害が続いているにもかかわらず重い年貢を課せられていた。その収められた年貢の一部を藩王ラージャー・プランシンはイギリス軍へ収めていた。とある日、イギリス人将校のアンドリュー・ラッセル大尉は行為を無限にしたン王に対し年貢を2倍の量を収めるように要求する。この知らせに部番率いる 村人たちは反王に年貢のことを直訴しに向かう。しかし、イギリス軍によるクリケットの試合中だからと待たされてしまう。その試合後、反王に直訴するも仕方がないと答えるばかり。共にいたラッセルは村人がクリケットの試合で部下を倒すことができれば、村だけでなく、州全体の年貢を3年間免除することを提案する。ただし、村人が負けた場合の年貢は、 現在の2倍ではなく3倍になるという条件付きで、村人たちは誰もがクリケットのルールも知らず不利な条件であったが、村人の代表として答えを求められた部番はこの提案を受け入れる。アーミルカ・カーング・レーシー・シン・ポール・ブラック・ソーン・クルブーシャン、カルバンダー映画は1957年公開のナヤダ・ダウアーからインスピレーションを得て制作された。監督の足通しゴーアリケルは、 ラガーンを制作することは不可能だと考えていた。ゴーアリケールはアーミルカーンに会い、彼は詳細な脚本を見て制作に参加することに合意した。ゴーアリケールはプロデューサーを探すことに苦労し、脚本に興味を示すプロデューサーを探し出したものの予算の削減と脚本の修正を求められたため交渉は不調に終わり、最終的に アーミル・カーンがプロデューサーを兼務することで合意した。アーミル・カーンは、ラガーンの制作をきっかけに、自身の映画制作会社、アーミル・カーンプロダクションを立ち上げることになった。また、自身がプロデューサーを務めることによって、ゴーアリケールに創造的な自由を与えることができたことを、以下のように語っている。監督が、プロデューサーに、ラクダが50頭必要だと言ったら、プロデューサーはおそらく、 なぜ25頭にできない ?25 頭のラクダでマネージメントできないのかと返答するでしょう。それに対し、監督が私に同じことを言ったなら、私は彼がそれをなぜ必要としているのかを想像的に意識しているので、彼の質問の時間を無駄にさせないでしょう。ジャム・スガンドは映画の愛国的なストーリーを好み、制作に参加している。ゴーリケールは主役には、 シャールク・カーン、リティク・クローシャン、ボビー・デオール、アビシェイク・バッチャンを候補に考えていたが、バッチャンがレフュージーへの出演を決めた後、アーミル・カーンの起用を考えるようになった。ヒロイン役には複数の女優が出演を申し出たが、アーミル・カーンは脚本におけるキャラクターとマッチした女優が必要だと考えていた。そうなりベンドレ、ナンディタ、ラス。 アミーシャパテルが日程の都合で出演できなくなった後、ラーニー・ムカルジーの起用を検討するようになったものの、ゴーアリケールは最終的に素晴らしい女優、ダンサーであり、さらに、ビジャヤンティマラに似ていると確信した、グレーシー・シンの起用を決めた。脚本上、イギリス人俳優の起用が必要だったため、ゴーアリケールとアーミル・カームは、キャスティング監督として、ダニエル・ロフェを起用した。 スクリーンテストを実施した後、二人は主要なイギリス人キャストとして、レイチェル・シェリーとポール・ブラック・ソーンを起用し、合わせて15人の外国人俳優を起用している。ラグビールやアーダブは、アースでの演技を評価されて起用され、注水説序述を受けながら、撮影に参加していた。プラディープラ・アワとは、サーファンシュでアーミル・カーンと共演したことをきっかけに、 当初無形修理師が演じる予定だったデバ役に起用された。彼は映画への出演を自身のキャリアの中で最高の報酬だったと語っている。プロダクションデザイナーにはニテンチャンドラカントデザインが起用された。撮影チームはラージャスターン州の各地をロケファンした後、グジャラート州活地県の無事近郊のカヌリア村を撮影場所に選び、1999年5月から、 撮影が開始された。映画の舞台が数年間雨が降らない村のため、撮影場所には乾燥地帯であり、また1890年代を描くために、電気、通信、自動車が不足している地域であることが要求された。カッチ県は映画の描写と同じ問題に直面しており、撮影場所となった村では、ラガーンの撮影期間中雨が全く降らなかったが、 撮影終了の一週間後にようやくカッチ県に雨が降ったという。撮影セットの集落は撮影チーム到着の4ヶ月前に地元の人々によって作られた。2001年に発生したインド西部地震によってカッチ県は甚大な被害を受け地元住民の多くが避難することになった。イギリス人を含む撮影チームは25万ルピーを復興支援のために寄付した。 映画のセリフには当時用いられていたアワディー語が登場する。この言語は現在のインドではウッタルプラデーシュ州で話されている言語である。アワディー語のほか、ボージュプリー語、ブラジュ、バーシャー語を掛け合わせた対話は KP 作成ナーが担当している。衣装デザイナーにはガンジーでアカデミー賞を受賞したブハヌアタヤが起用された。映画には多くのエキストラが出演したが、 彼らのために十分な衣装を作ることは困難だった。彼女はキャラクターに信憑性を持たせるために多くの時間をかけて衣装の研究をしている。プリプロダクションは制作過程20ヶ月、キャラクター設計に2ヶ月の合計1年かかり、アーミル・カーンを疲弊させた。彼は初めてのプロデューサー業務で6ヶ月間で300人のスタッフを集めた。 無事の宿泊ホテルが不足した際には、彼は新しく建設されたアパートを借りて、スタッフに提供した。映画に登場する19世紀の道具の大半は、地元の住民から借りて使用している。撮影チームは、その後、当時に使用された楽器を探すために、別の地域を探した。撮影中、ゴーワリケールは、追感版ヘルニアのために30日間の休養を取らざるを得なくなった。 彼は休養中もモニターの隣にベッドを設置して仕事を続行した。撮影は1月上旬から6月中旬にかけて行われた。気温は0度から50度まで変化したため、スタッフやキャストに多くの困難を敷いた。キャストは頻繁に水分補給し、日陰に座らなければならなかった。スケジュールは徹底され、朝6時に起床して衣装に着替えたキャストはバスに乗り込み、 撮影場所のカヌリア村に向かった。キャストは全員同じバスに乗って移動していたが、ある日、アーミル・カーンはバスに乗り遅れてしまい、制作葬式を務める妻レーナーだったから、あなたが遅れてくるようになったら、どうやって他のメンバーに時間通りに来るように言えるのですかと、叱責された。撮影セットにいる間、キャストには、朝食、ヘアスタイリング、メイクアップ、 衣装など1日のタイムテーブルを伝えるコールシートが与えられた。アミル・カーンは全国公開前に無事の住民たちに映画を見せることを約束し、それを実行した。ラガーンはサニー・デイオールの主演映画、ゴター・イーク・プレム・コットと同日公開となり、映画は公開後にイギリスでトップ10入りを果たした。中国で初めて全国規模で公開されたインド映画となり、 イタリアでは吹き替え版が公開された。また、フランスの報道でも好評を得たことで、2002年6月26日からパリで公開され、それまで前例がなかった9週間上映され、4万5000人以上が鑑賞した。この他に、アメリカ、カナダ、ドイツ、マレーシア、香港、南アフリカ、中東で公開され、日本ではビデオリリースされた。 海外市場での合計工業収入は250万ドルとなり、インド国内では3億8000万ルピーの工業収入を記録した。2001年に南アフリカ共和国産シティで開催された国際インド映画アカデミー賞で初上映された。ロカルの国際映画祭では上映に際して事前にクリケットのルールについて解説が行われ、映画は観客賞を受賞した。 ゴーワリケールによると、ロカルの国際映画祭の後、スイス、イタリア、フランス、オランダ、北米、フィンランドの配給会社から配給券を取得したいと連絡が入ったという。ロシアでは映画がアカデミー賞にノミネートされた後、特別上映された。この他に、サンダンス映画祭、カイロ国際映画祭、ストックホルム国際映画祭、ヘルシンキ国際映画祭、 トロント国際映画祭でも上映された。打眼の2001年の興行収入は6億5970万、ルピーを記録した。これは、家族の指揮から愛すれど、遠く離れて、ゴター、イークプレムコットに次いで、同年のインド映画第3位の興行記録だった。国内の興行収入は5億5630万、ルピーとなり、国内純利益は3億4350万、 ルピーを記録した。海外市場の工業収入は1億800万ルピーとなり、コビークシコビーゴムに次いで第2位を記録した。イギリスでは60万ポンド、北米では91万ドル、湾岸諸国では18万ドルの工業収入を記録した。中国では2003年5月16日に公開され、300万元の工業収入を記録した。 中国の工業収入を含めた最終的な合計工業収入は6億7680万ルピーとなっている。アシュ投資5割ケールロッテントマトズでは59件のレビューが寄せられ、支持率95%、平均評価7.9、10となっており、ラガーンは昔ながらのハリウッドミュージカルの伝統にあふれたエンターテインメントですと批評している。 バラエティ誌のデレクエリーは、映画は、ボリウッドが長い間待ち望んでいた、ノンエスニック市場へのクロスオーバーの引き金になるかも、知れないと批評している。ニューヨークタイムズのソムニ・セングプタは、恋愛、剣劇、奇抜な歌とダンスのルーチンが詰め込まれた、カーニバル的ジャンルと批評した。ロジャー・イーバートは3.5、4の星を与え、ラガーンはこれまでに見たこともないほど、 非常に面白い映画ですが、完全に親しみのあるものです。ラガーンは、外国文化のスパイスを巧みに盛り込んだ大変、面白い女児誌ですと批評している。ガーディアンのピーター・ブラッド賞は、映画は、豊かな女児誌であり、豪華なラブストーリーと、陽気なアドベンチャーの意図です。それは、人生よりも素晴らしく楽しく、ギップリングの力強い支えと黒沢のヒントが、含まれた、 少量のマカロニウエスタンが盛り込まれていると批評している。BBC のクルジンデールシンは、ラガーンは標準的なボリウッドの題材以上のもので、今年の夏に絶対見るべきインド映画です。映画を見たとき、あなたは笑ったり泣いたりしますが、最後には笑顔で映画館を出ることでしょうと批評している。ロサンゼルスタイムズのケビン・トーマスは、映画は完璧に描かれたキャラクター。 根底にある深刻なテーマ、洗練されたスタイルとテーマによってポピュラーなジャンルから芸術映画のレベルに引き上げられていると批評した。ザ・ヒンドゥーのスディシュカマスは映画は単なる物語ではなく経験ですと批評している。ザ・タイムズ・オブ・インディアはラガーンには AR ・ラフマーンの歌、アーミル・カーンの素晴らしい演技など全ての魅力が詰まってます。そして、 可愛らしいグレーシーシンのデビューが成功しました。加えて、素晴らしいデビッド VS コリアテクリケットの試合もあり、観客は歓声とか主祭を送りますと批評した。ラガーンはチャンネル4の死ぬ前に見るべき映画50で第14位にランクインしており、インド映画の中で唯一ランクインしている。中国では映画のテーマの一つである。 判定国主義的側面が観客に広く受け入れられた。2002年5月27日に2枚組 DVD セットが発売された。DVD には未公開シーンや予告編が特典として含まれている。2007年には3枚組 DVD ボックスが公開7周年、記念として発売され、特典としてサウンドトラックや撮影現場のドキュメンタリーが含まれている。 DVD の販売記録は、炎が保持していた記録を更新した。ありがとうございます。